井上尚弥が過去に制したバンタム級で現在最強の呼び声高いネクストモンスター中谷潤と、長身サウスポーで後ろ足重心、懐がとにかく深いです。全ボクサーが戦いたくない特徴を持っている選手と言えます。鋭いステックから繰り出される正確無比で破壊力のある長い左、身長、リーチを存分に生かした足を使ったボクシング、接近戦でも引かない好戦的なファイターとしての顔も持ち合わせています。フェザー級の魅力あるボクサーに負けがついていくことで、井上選手が数年スーパーバンタム級にとどまり、中谷選手が荒れるのを待つといった噂話もありますね。井上選手のラスボスがフェザー級やスーパーフェザー級の選手ではなく、まさか下の階級から現れるとは予想外の展開ですね。果たしてネクストモンスター中谷潤とはモンスター井上尚弥との対戦までこぎつけるのか。そしてモンスターを追い詰めることはできるのでしょうか。中谷選手の衝撃 KO4 戦を振り返りながら皆様と一緒に考察していきたいと思います。それでは始めさせていただきます。2023年5月25戦目 WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦ノックアウトオブザイヤーに輝いた戦慄の KO 劇。王座をかけて戦う対戦相手は元世界王者であるアンドリュー・モロニー選手。井上選手、武井選手と対戦したジェイソン・モロニー選手とは双子の兄弟です。両者オールラウンダーに戦える好戦的な選手です。熾烈な戦いになることは必至でした。序盤から積極的に仕掛けるモロニー選手、距離を詰めて乱打戦に持ち込もうとする相手を冷静にジャブやストレートでコントロールする中谷選手。プロで KO 負けのないモロニー選手、長身のサウスポー相手なら当然距離を潰してくるでしょう。2ラウンド距離を詰められた時の中谷選手の対応、前進したモロニー選手に下がって左アッパー、フックをくぐったところに右アッパー、アッパーをこれだけ自在に打てる日本人の長身サウスポーはなかなか珍しいですね。好戦的なのに KO 負けがないイコール体力集中力があるということです。つまらないパンチはまず被弾しないモロニー兄弟。すぐに立ち上がったモロニー選手、実際に被弾してパンチの切れ破壊力を感じたことでしょう。波の選手ならこのまま飲まれてもおかしくない状況。モロニー選手の選択、さらなる前進、3ラウンド目、偶然のバッティングにより流血した中谷選手、前半のラウンドでのアクシデントは焦りを伴うものです。中谷選手の選択、これまで同意。モロニー選手が超接近戦を仕掛けてきても隙を作らず、チャンスらしいチャンスを与えませんでした。あらゆる事態を想定して中谷選手にトレーニングを指導してきたルディ氏。オーソドックスでのスパ、片目が潰れた想定でのスパ、片腕でのスパ、ひたすらクリンチのスパなど、それらを考慮すれば超接近戦に持ち込まれることなど想定内でしかありませんね。足を使えという指示があったのでしょう。
ラウンド間でトレーナーの言うことを聞いてしっかり修正しました。足を使い出した中谷選手、距離ができたことで脱力したストレートに伸びが戻ってきました。中途半端な距離や不利な位置を取ることが増えてきたモノニー選手。11ラウンド、ロングレンジで十分パンチの出所が見える距離のはずですが、最終ラウンドに入り、もはや判定勝利は用意されていない崖っぷちのモノニー選手。狙いを定めた反り騎手が放った戦慄の一撃。さまざまなボクシングメディアによって年間最高 KO に選ばれた会心の一撃。日本のモンスターは井上尚弥一人ではないと印象付けた試合となりました。2024年2月27戦目 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、タフなメキシカンをボコボコにする圧倒劇。対戦相手はアレハンドロ・サンティアゴ。バンタム級でも小柄な身長158cm、173cm の中谷選手と比較するとかなりの身長差です。しかし侮ることなかれ、丸太のような太い上半身、プロでは KO 負けがありません。 WBC 世界バンタム級王座決定戦でトネア選手と対戦、日本のボクシングファンにも知名度のある選手となりました。衰えが目立ってきたとはいえ、これまで身長の低いオーソドックス相手に無類の強さを発揮してきたトネア選手。頭をあまり動かさないトネア選手にサンティアゴ選手が的確にパンチを当てていく展開。スタッツは意外に競っていましたが、ラウンドの作り方、見せ方で常に上回りました。誰もがレジェンドトネア選手の引退を覚悟した試合でもありました。トネア選手相手に真っ向から打ち合いを望み、勝利を手繰り寄せたタフネスなメキシカン。果たして中谷選手のパンチ力はこのタフなメキシカンに通用するのか。バンタム級初戦で試金石となった一戦。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、なるべくロングレンジをキープしたい中谷選手、飛び込んで打ち合いたいサンティアゴ選手。ジャブで相手を入らせず、いけるタイミングでは打ち込みに行く中谷選手。試合を通してストレート系のパンチが冴え渡ります。ロングレンジ、ミドルレンジをそれほど苦とすることなく簡単に支配してしまった中谷選手。サンティアゴ選手の突進、打たれる覚悟でサンティアゴ選手が連打をつなげますが、出どころが見えやすく怖さが少ないです。身長差、リーチ差が合わさることで中谷選手は相手のパンチや飛び込みを余裕を持って見ることが可能となります。しかしジャブを気にしすぎると飛び込んで左を打ってくる中谷選手。ガードを上げて警戒しているにもかかわらず、左をまっすぐ通して見せる中谷選手。前の手を警戒しすぎるとタイミング、アングル、強弱を変えた多彩な左が襲ってきます。加えて勇気を振り絞ってパンチを打ち込みに行っても、懐が深く拳が届くとは限らない、まさに
地獄の展開。ゴテゴテに回り出した世界王者サンティアゴ選手の勢いが落ちて、徐々に直線形のコンビネーションが増してきた中谷選手。捨て身でもっと飛び込めという意見もありそうですが、対峙すると旗から見ている何倍も遠くに感じることでしょう。6ラウンド目、梅ヶ滝、実力差。足で細かいリズムを刻み、反応を良くすることでさらに飛び込みづらくする中谷選手。まともに触れさせてもらえず、サンティアゴ選手の体力、集中力がやや切れた頃に、鋭くコンパクトな連打コーナーで手負いの選手がさばけるものではありません。ドネア選手を引退に追い詰めたサンティアゴ選手をほぼ何もさせずに6ラウンドで倒してしまった中谷選手でした。2024年7月28戦目、ネクストパッキャオ、ネクストモンスターが食らう。フィリピンには何人いるのでしょうか。ネクスト、パッキャオと呼ばれる逸材が。同級1、ヴィンセント、アストロラビオ。2022年には、リゴンドー選手と対戦、リゴンドー選手有利の予想が多い中。遠い距離から飛び込み、なんと、8ラウンドにはダウンを奪いました。10ラウンド、3対0の判定勝利。王者として最強の挑戦者を迎え入れる中谷選手。パンチ力、耐久力に自信のあるアストロラビオ選手を中谷選手がどう攻略するのか。1位相手に勝ち方を求められるようになった中谷選手。こういう時にボクシングは予想外のことが起こるものです。何が起こるかわからない、それがボクシングです。スタンスを広げつつ懐の深いボクシングを展開する中谷選手。パンチを強く打って相手にリスペクトさせろという指示をセコンドから受けていた中谷選手。慎重さを埋めるために相手をくの字にさせる狙いのアストロラビオ選手。打ち終わりに逆ワンツーで追いかける中谷選手。海外の選手のような動きですね。オーソドックスへの鉄板、突然の左ストレート、鋭い左にのけぞるアストロラビオ選手。中谷選手は追撃のつなぎが普通と異なり、打ってこないだろうという距離でもパンチを伸ばすことが多々ありますね。後ろ重心で相手を引き込む中谷選手。相手を引き込んでワンツーフック。井上選手が一瞬でカクカクと詰めてくる動きとするなら、中谷選手は高速でヌルヌルと動く感じですね。ボディを狙いたいアストロラビオ選手。前の手で突っかかる両者。外側から相手の前の手を叩き落とそうとするアストロラビオ選手。
突然スイッチを入れた中谷選手、こうするようにギラを上げたアストロラビオ選手。怖いタイミングでしっかり返せる選手です。強烈なリターンをしっかり返すことで一筋縄ではいかない相手であることを印象づけるアストロラビオ選手。相手より深く沈み込み、溜めを作ってガードの上から強打を叩きつける中谷選手。離れたレンジからパンチを打ってもかなり精度が高いですね。相手が動くのもありますが、遠い距離を詰めて強打を打ち込むと普通はかなりズレが生じるものです。スピード、予測、タイミングでしょうか、パンチの精度はお二人の共通点でもありますね。強固なガードだけでなくステップでも反応しているアストロラビオ選手。中谷選手の右フックを受けてコンパクトな左フックを返しました。試合前にパッキャオからアドバイスをもらった。内容は秘密だけどね、楽しみにしててよ、そう語った最強の挑戦者。ジャブで上を意識させて、ジャブ、ボディストレート、内側からの左、外側からの左を使い分けて顔面への強打を見せつけてきた中谷選手。ガードをきっちり固めたことで見えづらくしたことが敗因だとご本人が語られていました。息を吸った時にボディを打たれたことで臓器の逃げ場がなく、まさに地獄の苦しみを味わうことに。ここに来るまで上下に散らしてきたアストロラビオ選手、ヘッドハントに終始してきた中谷選手。ボディを打ち抜いた後、次にどう上につなげていくかのプランを確実に用意していたと思います。中谷選手ならボディストレートでバランスを崩した相手に追撃の右フックを確実に打ちに行ったでしょうね。用意していた作戦、駆け引きを披露する前段階で最強の挑戦者をあっさり仕留めてしまった中谷選手。ボディで倒れるのは甘えらしいですが、アストロラビオ選手は自身がバンタム級で戦っていてもおかしくない選手であり、拓磨選手との試合の噂もありましたね。いろいろ言われていますが、日本ボクシングの黄金期が来たと井上選手が興奮する試合内容だったのは確かなようです。2022年4月23戦目、これを取り上げないわけにはいきません。ネット打ちすぎてピンチで見ていて聞くレベルでした。戦慄の KO 劇。日本人同士の世界戦だと挑戦者は必ず頑張りますからね。挑戦者の頑張りがあったからこそ中谷選手の凄さがより際立った試合になったとも言えると思います。プロではここまで9戦8勝7KO の山内選手。アマチュア経験が豊富で井上拓磨選手と対戦経験もあります。初回から強打を存分に見せてくる中谷選手。いつもより前寄りの重心で大きく振る中谷選手。日本人対決に燃えているのは挑戦者だけとは限りません。 KO 率から分かる通り高い攻撃能力を備えた山内選手。相手をそのまま調子づかせることはしません。中谷選手のバランスを崩すために右ボディを突き立てました。自信に満ち溢れた踏み込んだ打ち方ですね。
アマチュアエリートながら感じさせる古き良き角エビ魂。精度の高い中谷選手のリターンのコンビネーション。ワンツーボディを狙った山内選手。前の手のうまさ、リーチ、懐の深さを最大限発揮した中谷選手。諦めた相手を追いかけてパンチを打ち込みました。試合を通してキレのある左ストレート何度も何度も直撃させる中谷選手。ストレートだけではありません。アッパーの当て感、射程距離も日本人のものではありません。中谷選手のアッパーの距離、軌道、タイミングは海外仕様で慣れるまでかなり時間を要するでしょうね。山内選手としてはボディで少しでも削って後半に望みをつなげたいところです。流れるような中谷選手の連打。いきなりのオーバーハンドの左。はっきり見えているパンチにもかかわらず被弾してしまい、よろけてしまう山内選手。ワンツーを打ち込んで相手の反撃する意思を感じたらしっかりステップバック。長い腕をうまく折りたたんでボディからアッパーへとつなげました。山内選手としてはボディ攻撃に勝機を見出したいところですが、逆に攻め立ててしまう中谷選手。この体型、戦い方で接近戦を全く苦にしない中谷選手。ではサイズの大きい王者に挑戦者はスピードや出入りの頻度で攪乱する作戦はいかがでしょうか。相手がやりたいボクシングを披露する王者中谷潤と、切れ目の分かりづらい中谷選手のコンビネーション。サウスポーの左を何度も直撃して鼻が尋常じゃないくらい腫れ出す山内選手。シュッとした今風のイケメンでしたが、どちら様でしょうか。打ち終わりに顎先を狙ったのに、まるで吸い込まれるようにガードの上を叩く山内選手。ガードを置きながらステップでもしっかりパンチを外す中谷選手。距離を完全に制圧されてしまい、パンチのタイミングもつかめない。1ポイントも取らせてもらえない完璧なゲームメイク。自分がこれまで戦った中で間違いなく最強の相手。ボクシング人生において二度と巡り合うことのない最強の相手といっても過言ではないのかもしれません。日本人王者への挑戦だからこそここまで頑張れた面もある挑戦者山内亮太。そして日本人挑戦者だからこそ完膚なきまでに叩き潰したともいえる王者中谷潤と、会場が引いてしまうレベルで相手に変幻自在にパンチを打ち込んだ世界王者。
レフリーが止めなければパンチをさらにまとめられるまで立ち続けていた気がしますね。中谷選手はもともと日本人選手との対戦も多く、国内でも実力は誰もが認めるところでした。それでも自分のところの選手とは絶対に対戦させたくないと改めて思わせる試合となったのではないでしょうか。日本人選手と対戦するなら他団体の世界王者くらいしか勝負論が成立しない選手になった中谷選手。井上選手もまた日本人選手と対戦するとなると勝負論がなくキャリアの無駄遣いという意見が出てきそうですね。中谷選手はモンスターの領域へとすでに足を踏み入れていると言えるのではないでしょうか。1位の選手とすら勝負論が成り立たない選手、他団体の世界王者すら勝てないと言われる選手、井上尚弥のラスボス、キャリアハイにふさわしい相手は中谷潤人なのでしょうか。日本ボクシングの黄金期をこれからも皆様と共に。ご視聴ありがとうございました。動画が面白かったらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた近いうちに。